動画でねかなり再生もされまして、非常にもうボロクソに叩かれておりました。ネタになるような国に引っ越しをしまして、新しいパパと行ったとかではなく、そうなんです、飲みに行った時に2人連れたなって感じ。みんな無理やで、これもうどこからともなく金を吸い上げる力がある。はい、ということでこじらせ美女チャンネルですけどもね、はい、以前出ていただいた愛理さんという方、あれちゃん覚えてる？覚えてる。動画でねかなり再生もされまして、非常にもうボロクソに叩かれておりました。え、そうなんですか？うん、あの何十万再生もされ、こんなやつに将来生活保護とか絶対受けてほしくないとかアラフォーでパパ活をね切られた愛理さんだったんですけどね、覚えてる方いるでしょうか？うちがね、あの野宿をおすすめして、はい、どうですか？あれから私も野宿も視野に入れていいなと思ってたんですけど、こういう強制退去ですみたいなお知らせを自分の中でも平気だったから、全員にお知らせしたんですね。お願いじゃなくて、こういう状況にいますってお知らせをしたら、結構いろんな人が大変じゃんとか困ってることないのって言って、割となんか支援、前回はちょっとおさらいさせていただくと、はい、そもそもなんかパパ活をずっとしてらっしゃったというかね。そう、ただね、食事だけちょっとでも前回に矛盾があって、最初セックスしたことないって言ってたけど、最終的になんかハメ撮りかなんか裸の写真や、ハメ撮りじゃなくて裸の写真を流出させるぞって脅迫をして、だからそのパパ活ずっと支援続けろって言ったら逆に切られたっていうねお話やったんやけど、だからずっとなあらこになるまでパパ活でねお金支援40万支援受けてた。大きいよね、40万で、このね番組出てこんなパパ活なんかしやがってみたいなね、はい、あのいろいろ言われ叩かれねすごくしてたけど、まあ、ご本人様的にはね一応そのコメントを見てね、なんか前回声が小さいって言われたからそこを気をつけようと思いますよ、鋼の心でございます、そこなんだみたいなねそっちを気にしてたんですよ。で、あれを終わった後支援切られたんだっていろんな人に言ったら、次の家もない状態だし、こうこうこうなんだよって言ったら、なんかいろいろ物入りでしょって言って、なんか送り込んでくれたりとか。いくらぐらいお金集まったんですか、それで？まあ200弱ぐらいは。みんな無理やで、これもうどこからともなく金を吸い上げる力がある。本釣りじゃなくて、いろんな人がちょいちょい200万集まるまでに、まあ、例えばじゃあ1人ねいくら払ってるのか知らんけど、20万とか30万そんな感じだと思うけど、でも明らかに100万とか超えた段階でもうお金ないってみんなに言い続けるわけやん。そうなんですよ、そうなんですよでずっとなんぼそれが200万だろうと300万だろうと1000万だろうと、金がないないと言い続けてゼロという設定にするんでしょ。今まさにその状況で。危ないなこれ最後ね。そうなんですよ、越し先もよくなんかマツコさんがよくおっしゃってるような、うん、そういうところでネタになるような国に引っ越しをしまして。え、どこ何区？足立です。足立区か。それもご支援いただいて。支援はだから例えばとりあえず大変そうだねとか引っ越し費用とかいるんじゃないっていう、なんか別に名義とかそういうのじゃなくて緊急なんじゃないってことで、何もせずにこう結構振り込んでいただいて、そのお金でお家を借りて。そうです。のしない、そういうのちょっとうちらも。だから我々もやっぱ金がないないって言うんですよ。我々も支援していただきたいですそう、それで今足立区に越しして、なんかそれも港区から足立区に引っ越してみたいな。まあでも人の金もらってるから全然かわいそうだねって俺はなんないそれも言うにはもう港区住めんくなったから足立区人の金やけど。え、それでどんな人が振り込んでくれるの？やっぱ男性？意外に友達とかもなんか結構貸してるつもりじゃない、うん、それは絶対にないですね。ないよ、うん、絶対返さへんっていうことになってんねや。いや貸しては絶対言わないですね。なんて頼むの？頼んでないんですよ。それが今ね、実はなんか強制退去になっちゃって次の家も埋まってないんだっていうお知らせなんです。あの前回のあの動画のリンクも送りつけたって言ってなかったっけ、友達とかにね。あの動画が稼ぎになってる可能性あるよなそういうこと。そうなんですかね、そこのリンク考えてなくて。あの動画を見てかわいそうだねって思うやつがいることがもう不思議すぎてなんかでもね魅力があるんやろね、そうやって思わせる。お願いしてないし、貸してるじゃない、絶対言わないんですよ。困ってますよっていう。そこからちょっと用意はちゃんと、めちゃめちゃ困ってます。あれちゃんは困ってそうやな私もそうやけどね、将来どうしていこうかとかね。で
どうやって言ってるの、足立区の暮らしは。これも本当なんですけど、16平米ってすごい狭い部屋に住んでるんです。6畳いかへんぐらい。そうそうで、お風呂もない部屋に住んでるんです。へえ、ほんまに。本当です、うん、でもシャワーはあるんですけど、それは言ってないです。シャワーはあるんや。本当はどっかホテルに住んでんでしょ。でも確かに昨日まで沖縄いました。ほら、沖縄新しいパパと行ったとかではなく。そうなんです。新しいパパをできた。それも本当新しくて。本当に新しくてってどういうこと？ミノムシ前に出会った人とかじゃなくて、ミノムシ後にも新しい人が。引きこもりやったんやろ。だから引きこもり後パパ活で捨てられて、でその後新たな出会いがあったんや。どこで出会った？足立区に引っ越す時に飲み屋の店長にちょっと相談したんですね、不動産とか、うんうん、でそれで足立区決まったから、なんかお祝いにこうちょっと飲みに行ってあげようと思って、飲みに行った時に二人連れたなって感じ。一回お店に行くだけでな。アイリーさんはミノムシではないです。寄生虫です。ちらかというとミノムシの中入ったら寄生虫、ミノムシのフリをしてたんだっけ。すっごいな。だってその辺飲みに行ったら寄生する場所が見つかんねんだって、うん、でその人と沖縄行こうよみたいな、そのうちの一人に言われたの。そうです。何それ、私全然そういうのないんだけど。いやだからさ、なんか知らんけど、前のね動画でコメントで、こんな人が生活保護とか使ったら絶対嫌だって書かれてたけど、なんかやっぱそこに至らなさそうやな。ずっともうおばあちゃんとかになっても帰省する相手見つけれそう。あの家賃払ってる。ありそうじゃない。ご飯とかどうしてるんですか。前の家広かったから持ってけないものがいっぱいあって、うんうん、外食しかしてない。外食の方がお金かかるじゃないですか。外食で何を食べるんですか。カキとかがすごい好きで。カキ、高級な食材を食べてるよね。コンビーフとか食べよ。お仕事はその後始められましたか。それがね、なんか以前でも働きたくなかったんですけど、最近日雇いの仕事を始めて。いよいよ始めたんです。1日でパンフレットを渡したりとか。ビラ配りみたいな街中でね。街中ちょっと NG 嫌じゃないですか。まあね、あ、じゃあそういうなんか建物の中で配れるところがあるんだ。でもそんな支援してくれる人おったら、そんなビビたるお金稼いでも意味ないんじゃない。そうなんですけど、なんか社会復帰してるのかなっていう。あ、なんかやってる感出したかったってことだ。じゃあ別にそのお金はこんなのもいつでもやめてもいいわみたいな気持ちよね。そうです、もうなんか就航場所に来ただけで仕事の9割は果たしたって気持ち。おー、私偉い。あ、そうそうそう。どのくらい月にそのビラ配りとか。でもすごい、4日とかも働いて。4日もうってだろ。最初からそのつもり、4日ぐらい働こうって。すごいなと思って。週5日なんですけどね。で今後ちょっと増やしていく。4日から。いや、そうないです。こういうのもありますとか言われて断って。まあね、連れてるんやったら釣られるんが悪いかもな。もう男が悪いわ。なんで釣られるん。なんか秘訣を教えてほしい。そう、教えてほしいわ。どんな話するんですか。どういう風に釣り上げるの。その飲みに行った時ね、どんな会話するの。全く知らんテーブルの人なの。そうです、初めて会った人です。そもそもオーナーさんが知り合いだから、カウンターで一人で飲んでる。オーナーさんはね、他のお客さんとも知り合ってるから。そう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 、オーナーさんと話してたら、まあ、アイリちゃんだよとかな。なるほどね。でもそれだけでは釣りにはならないじゃない。釣られないでしょ。お金を引き出すっていうのはまた人と違うやん。そう、今私 iPhone X っていう、今年の秋でサポートが切れる iPhone を使ってるんですけど、うん、それがちょっと背面とかバキバキなので、うん、ご飯食べる時だけいつもケースを外して持ってる。あ、わざと見せるためにバキバキを。そうです、うん、そうです。でそれ言われるんだ、そのカウンターとかでもな、うん、そうそう、 iPhone バキバキなんねって言って。そこでお金ないと言わないので、うん、不便なのって言って、タッチパネルも操作不良でなかなか動かなくて、うん、あ、そうか、生々しい、お金なくてって言うとあれやから。それ言い小技やな、それ。わあ、すごいな、これテクニックだね。タッチパネル操作不良で文字も打ちづらいから、あんまり返信とか返せない。そうやな。あ、じゃあちょっと返信返してもそう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 ってなるのか。そうです。アホやな男も。だからその引っ越しの時と同じように買ってとかお願いはしないんです。他に何おねだりしてるものとかあるんですか最近。いやでもほぼほぼ全てのものは大体おねだりなんですけど、意外に冷蔵庫がなくて2月から、例えばもっと高い11万のドライヤーとか、そういうのとかは先に来て。11万円のドライヤー。冷蔵庫はでももう結婚を意識になる感じするわ。なんか家庭的な必需品まで行くと逆に男側から重すぎるなとかって思うんかな。友達になんで冷蔵庫だけこんなにないのかなって言ったら、うん、それは愛理ちゃんが野菜とかの保存をぬか床で保存してるのって言うから、それ主義だと思われてるんじゃないのって言われて。
そんな話してんの？だから私ぬか床で漬物つけてる。ほんまに全然それでかわいそうだな、冷蔵庫買ってやろうって思ってるけど、ちょっとあまりにもいびつやからやっぱ解決策がね。例えばその iPhone とかも短期間でも3台買ってもらってるんですね。3台何本買ってもらってんの？それなんで3台も、さっきの流れで。それ3台買ったらどうするの？1台しかいらんやん。いや、それを1台しかいらないって思っちゃったんですけど、うん、3台とも売ってしまって、その方法まだ使いたくて、まだまだ怖い。逆に言って直ったら困るよな、それね。そういうことか。私も1台手元に置こうかなと思ったんですけど、3台ちょっとリリースしましたね。じゃあまだその犠牲になる人は。そういうのってなんか詐欺罪じゃないの？みんな冷蔵庫ないってこと、みんな知ってて、アイリーちゃん冷蔵庫ないから両冷蔵じゃないお土産持ってきたよ。そっちになるんやな。そっちなんですよ。そうそうそう、冷蔵庫じゃなくてな。そうそうそう、なんで俺そのあんたのパパ活が成功する方法今考えてんやろ。冷蔵庫買ってもらう方法。そうなんか今気がついたら急に乗ってるやん。もう冷蔵庫買ったろか。もうあんたも釣られてるかな。違いまさか夏まで冷蔵庫がない生活をしてるとはちょっと思わなかった。確かに夏冷蔵庫ないのは秋やけどな、もはやね。なんか恐ろしい人間やな。彼氏はどうなんですか？いないんですか？あ、彼氏いないですね。もうそれは完全にいないですね。え、なんで彼氏欲しいと思わないの？あ、それが思わないみたいで。見たみたいで大変事なの？誰の話？なんか前まではそういう流れになったらなんかかっこいい人が好きだとかって言ってたんですけど、本当によく考えてみると、いらないからそうやってなんかそうかっこいい人じゃないと嫌だとか言ってるだけだなっていうのが気づいたんですよ。じゃあもう将来結婚願望とかはない？結婚したくないっていうのはすごく。子供とか欲しいとかない？絶対いらない。絶対いらない。一人で生きていきたいです。でも一人で生きていくには働けんとなあかんしな。心配ないの老後の？全然ないです。まあ最後生活保護あるしな。そうですねなんちゅうこと。これもう叩かれんで、また生活保護で一番みんな怒るやつやで。新社員になって働けますよってもし言われても断る、うん、もういい会社、もう大手会社、安定して給料も月にもう5、6万ぐらいでもちゃんと正社員で働く。朝電車乗るっても嫌ですね。天秤にかけてもちょっと足りないから。100万でも無理？そんな仕事あって、私がもう彼女のことを潰していくわよ。アイリさんみたいなない生き方をみんながするようになるとな、地球が崩壊するのね。寄生虫は宿主がいないとね、寄生虫も死んじゃいますから。だから宿主を殺しちゃいけないんです、うん、それはやっぱその加減は大事です。寄生虫としてなんかいい言葉言ってるよ。ただのクズやからな僕が立ち上がらせたんだって、エンタメを提供してるんです。語欲っていうのをこう私が提供していると思って。語欲提供会やったんやな。じゃあもうね、楽しんでるクソほどニヤニヤしてるね、モザイクやからさ、なんかどんな感じっていうのがちょっと伝えられへんけど、天海祐希さん系の顔、うん、よく言われます。よく言われますよね、はい、なんやろうね、ちょっと安心感があるっていうのもあるのにもかかわらず、騙してこなさそう。そう、大人の女性なのではないかと思わせたら違うみたいなね。